さあ、続いて出てくるのはマサシバルケンですね。さあどうなるか、多分あんまりやってないはず、バルケンに関しては。さあ、あんまり動かしていないバルケンハインで一体どこまで頑張れるかといったところですが、相手はハザマ非常にめんどくさい。これがね、ノエルとか誠相手だったら比較的落ち着いていつも昔の動きを思い出せそうな風はあるんですが、狭間となるとね、こう狭間側から接近する手段がしっかりあるんで、まあセコンドが強いんで大丈夫でしょう。うわー、ジャンビー・ジャオク取ってる。川田君非常に今日は調子がよろしいのではないのか。ヒレントツ、ヒレントツ、ヒレントツだよね。これは非常にいいペースで試合を作っているが、これはまだギリギリ取れないでしょう。レッセンがしっかりジャンプしてガードしている。投げもしっかり抜けて、しかし画面端の取り囲みは終わらない。最後はゲダウンでフィニッシュ。川田狭間がノリに乗っている。これはバルケンの引き逃げ、当たってしまってバーストを使わせられる。チームメイトのカート君が非常にいい動きをしているのは、まあ、チームとしては喜ばしい限りなんですが、こいつの PV みたいになると、あの俺が微妙に面白くねえなっていう、こいつどっかでこけねえかなみたいな変な期待をしてしまう自分がいるのがちょっと意地汚い人間っぽくて嫌なんですけど、ヒンメルしっかり飛び込んでガブッと。さあ、牙を研ぎ続けた狼が攻める。さあ、ドゥエイドゥエイからしっかり殺しきって、マーサシバルケン取り返しのファイナルラウンド。カバグ、これはしっかり狼 B タイグ拾って落として、ナートイエーガーで熱っぱかり三振。これはいい飛びで逃げましたね、素晴らしい。そこから形勢は逆転して、今度は狭間が攻める番。これはしっかりダウンまで追い込んでいきたいところ。スタートする。しっかり熱波狩りも潰して、熱波狩り兼ねた連携からバーストを使わせることに成功。さらにこれはロボロス、噛まない位置だがしっかり拾って落として、どうする、立ち上げていく。さえ渡る6試合拾って、これは補正を切りに行く。しかしロボ噛んだものの、これ追撃ができない。ペンペンペン、ガショウゲク、さあ、シージャーク、方天神、普通のコンボで死ぬと思う。さすがにミスらない。川田狭間4人抜き、